バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020。今日は熊牧場、登別熊牧場という不思議なところに行ってみようと思います。私もまたいろいろと成長できたかなとは思っております。はい、最後までご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメントと高評価もお待ちしております。それではスタート。っていうパーキングエリアがあったから入ってみようかな。もうね、どんどん抜かされていきますよ。高速入ったはいいけどもうどんどん抜かされていきますよ。はい、よいしょ。どんなところだ。コンビニはあると書いてあったけど、あ、ここってもしかして一回来たとこちょっちゃうかな。もしかしたら去年苫小牧から登別に行くときに来たかもな。よいしょ、もう見えんでいいや。広いし、あ、なんかね、来た気がするな。よいしょ、あのね、階段、そう、来た来た。あそこね、登ったことないんだよね。何があるんやろ。そろそろ登り別着きます。あと2キロぐらいかな。前回来た時はなんか名前だけ見てスルーしてしまった登り別熊牧場なんだっけ。ちょっとどんな感じなのかな。ジンギスカンが美味しいといいな。いや、前回もね、登り別に入ったあたりからは晴れ始めたんだけど、前回は本当曇りが結構多かったから、今回はすごいですね。どっちにしろでも7月の前半っていうのは結構晴れ間も多いのかなと思うので、おすすめの時期ではあるかな。来た、登別。みんなあんま行かないんだね。まあ観光じゃないから、今日平日だしね。よいしょ、はい、速度注意。はい、あー、ここ前も通ったな、懐かしい。このカーブの感じ覚えてるわ。いや、でも前より晴れてる、全然。で、なんか降りると鬼が、ほらほら、いたいた、鬼、鬼さんがね、いるんですよ、でっかい。そして結構近いんじゃない？あ、でもあと6キロあるわ。前回はね、ほんとね、北海道で ETC が使えるのかっていうのすら分かんなくて怖かった。あ、なんかこの辺さ、オフロードのところがあった気がするんだけど。はい、左でーす。左でーす。ウェルカム。登別温泉。もう登別をね、何回も登りとと言っちゃって、テロップを打ってしまうんですね、間違えて。よいしょ、あだ、暑いね。これは普通に夏だわ。もう初夏じゃないよ。ネッククーラーがあってほんとよかった。ついてるかな、ちゃんと。なんかついてる、ついてる。青にならないね。また行くよー。おー、快晴である。熊牧場、あと6キロって書いてありますね、あそこに。いやー、気持ちがいい。営業中ってあれは何だろう、ラーメン屋さんとかかな、レストラン、オクト、ランチ、ハンバーグ、カレーライス。熊牧場もな、普通にやってるといいんだけど。この先江戸時代だって左曲がると江戸時代なんだって。熊牧場はこのまままっすぐ、あと5キロぐらい。
わあ、この辺もね、前も言ったけど道がね綺麗だしね。あー気持ちがいいですね。登別って多分ね中国人とかの観光客の人が多かったんだろうから、今はねほんと人いないんじゃないかな。ペンションユートピア、あ良さそう、ここのペンション今度泊まってみようかな。馬牧場5キロ、みんなスピード出すなぁ。ほんとそう、登別はねコンビニもあるしね、洋食のケニアやってんのかな、売り物件ってなってるね。コロナでお店閉めたりした人も多いだろうな。なんかそう YouTube 見たらローランド様がお店閉めるって書いてあってびっくり。お熊の置物カフェウポポ、なんか車いっぱい止まってるけど何なんだろうな。これあと3キロぐらいかな。結構暑い。オローフレ峠、カルルス温泉の方に行くと峠がある。あと6分5分。このスノーモービル四輪バギーとか書いてあるのかな。すごい消防施設がすごいでっかいのができてる。ここね高かった記憶があるけど、なんか高くないねあんまり今回は。他のところが結構高かったからな。ここも支笏洞爺国立公園なんだ。うわーここちょっと待って、高いんじゃない。あーここ高いとこだ。ふー高いとこだ。おおおお、ドキドキするぞ。あんまりですね、首を振れないし首を振れないし、うわーこのボコボコとか本当やめてほしい。カーブでバイクにとってちょっとねこれはかなりきつい。あーよいしょ、ふうあー怖い怖い、よいしょ、怖いところを通り過ぎ。なんかもっとすごい橋みたいのなかったっけな。なんか飛騨高山の山奥とちょっと似てる雰囲気なんだっけ。何分ぐらい、あと3分、よしあと3分やで。あ全然向かってる人はいないけど、あ前止まったところだ、よいしょ。ここ通り過ぎて、ここ登別の温泉の街中なんだよね。この辺にでっかいホテルがいっぱいある。300メートル先右方向、よいしょ、ふう右方向です。あとどこを右に行くの、ここかな、行けるのかな。熊牧場、あ、書いてある、みりん200円。はい、これ熊牧場を登ってます。もう結構高いです。私のバイクあそこにあります。